さあそれじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちははいこんにちははいお願いします、うん、はい最後水曜動画中カナテオアチミサイミさて昼夜7月のゆっか旧暦内南九位名昼夜今後の二十九日にあすとおび中琉球新報の記事からうちな南ニュースをちってさびら中のニュースを 9月までに二輪車左車線縛り全廃へでのニュースやいびんゆでなびら県警は9月末までに二輪車が一番左の第一通行帯を走行する通行帯規制をすべて廃止します通行帯規制の解除は 2021年3月から段階的に進み現在残るのは国道330号と国道58号の合わせて3区間となっています県警や訓護地の市までにオート二輪車オートバイが一番フィジャイムティーの第一通行帯悪化する 通行待機制によるチスクやシビティヤミンネンナサビン廃止します通行待機制ヤミティ元にモ戻すせうれ2021年の3月からユヒナユヒナヨナシシドイ生抜刀せ300国道3 3 5号2 国道58号の佐地見所3区間となといびん県警交通規制課によりますと国道3 3十号の宜野湾市普天間から那覇市小羽倉のおよそ15.5キロを8月末までに解除します国道58号の嘉手名町嘉手名南から 浦添市スクマ浦添市実着北から那覇市浅井橋の2区間合わせておよそ19.7キロを9月末までに解除します。えー、県警交通規制課のお話に由いね国道330号の、うん、ジノンフティンマからナファクワンガまでのイークル 15.5キロや八越の市までに太茶便解除しますまた国道58号のカデナのカデナのカデナ南から浦市グスク間までとれから浦市実着北からナファ浅井橋のターチ,ターチやウサーチイクル19.7キロをくんの市までに太茶便 二輪車の普及に伴う交通事故の増加などを受け、県内では1983年以降、国道58号、329号、330号、507 50号、売れから県道225号の一部で規制を実施してきました。えー、二輪車オートバイが広まったることによって、 交通事故が多くなってうちなうて1983年の後から国道58号、329号、335号、507号折りと県道225号の一部を空庭がうてこの地すこきみて多くなってちゃびたん規制区間では右折する場合などを除き 第一通行帯を走行しなければなりませんが二輪車が絡む交通事故の減少や交通環境の変化などを受け規制は段階的に解除されてきましたこの規制区間区で二次連海間がいる土地の負荷第一通行帯一番左ムーティからアッカサントナイビランタ氏が オートバイの,の交通事故の雛なとしと俺から交通環境車のいろんなしらくさの事情の変わってちゃうことからこの地スクやって県オートバイ事業協同組合は規則によりバイクが右折する際に直前で車線を複数回 変更する必要もあることなどからかえって危険だとして10年ほど前から県警などに解除を求めてきました解除後も県警や自動車整備業界など関連団体と連携しマナーが悪い運転に対する対策に努めたいとしていますあの県オートバイ事業協同組合や小野智翠に言っている オートバイが二次元回まがいるすぐうの土地に赤ちょうる道何パンけいらんとならんことんあってくれなけいておかあさるあいびるにち年ぐれめえから県県会うのち,ちすこややみてふとちくんそうらんがやんしうにげーしちゃびたん解除後もうのちすこふとちあっとん ケンケン自動車整備業界なぎの関わりとろくな団体とチムウチャーチ、サホーノワ運転する者に提出して大手,大手にチトミンチイちョイビン。昼夜くん地までに二輪車車線 左車線縛り全廃へ。二のニュース。じゃる、六月三十日の琉球新報の記事から落ちて錆びたん。また、月曜日に石レベル、二平デビル。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は、上地和夫さんでした。